いつもご視聴ありがとうございます。埼玉市議会議員の井原豊です。今日のテーマは埼玉市の夏についてお話しさせていただきたいと思います。まずはですね、先週末ですが、7月15、16の土日を中心に世の夏祭りが4年ぶりに開催されました。コロナの影響もあって3年間開催できなかった世の夏祭りですが、本当に、昔と同じような、あるいはさらに多くの人が、この世の夏祭りに訪れていただきました。本町通りの夏祭りはですね、上町、中町、下町、上峰と4つの町会によるみこしがしっかりと本町通りを練り歩き、また本町通りも4年前と同じような活気を見せる、本当に多くの人で埋め尽くされるようなお祭りとなりました。私もですね、自分の地元の下町のみこしを中心に担がせていただきましたが、本当にこの夏祭りを感じるとですね、やっとそこから夏が始まるんだなというふうに思いました。またですね、上落合地区、下落合地区のみこしの方も担がせていただきました。こちらも多くの地元の方々がみこしを上げていて、非常に暑い中だったんですが、見事なお祭りになったというふうに考えております。まあ、その他にもですね、各自治会の子どもみこしなど、子どもたちも、またそれを支える大人の方々も楽しまれた夏祭りになったのではないかなというふうに思います。これから埼玉市の花火大会も各所で行われます。こちらも4年ぶりです。まず7月30日には大和田の花火大会、そして8月11日に小牧、最後に8月の19日には岩槻の方で花火大会が開催されます。まあ、こちらもですね、おそらく今まで通りと同じような活気が出るでしょうし、やはり花火もですね、夏を彩る埼玉市の重要なイベントだというふうに思います。さらにですね、今年は埼玉市誕生20周年の花火大会が行われます。まあ、こちらはですね、10月の14日土曜日に荒川総合運動公園で行われる予定です。まあ、こちらも大々的に行われる予定ですので、ぜひですね、多くの方々にご覧になっていただけるようお願いいたします。一方ですね、夏といえばプール、私も沼影のプールに先週末足を運んでみました。こちらも本当に多くの方々が訪れている手頃な値段で、また便利な場所で楽しめるプールでした。私も小さい頃こちらのプールに通っていたんですが、なんとこのプールが今年で終わりになってしまいます。まあ、今までもこの動画でもご説明させていただきましたが、こちらに巨大な学校を建てるという計画、本当にこれだけ多くの皆様方に愛されているプールが今年で終わりになってしまっていいのだろうかと、久々に足を運んで感じた次第です。まあ、なんとかですね、子どもたちが遊べるようなレジャープールも埼玉市には残していきたいなというふうに私は考えております。ということでですね、夏祭り、そして花火大会、プールと埼玉市の夏を楽しんでいただけるものについてご紹介させていただきました。その他にも、埼玉市では夏のイベントをたくさんあります。皆様方にも楽しんでいただけるとありがたいなというふうに私は考えております。ご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。